準備完了。
何かよ。私は高くつくわよ。ゼロ号フォローの環境を行動目標資質試験前線のクリア。フォローで迷子になったボンプに遭遇しました。バフを付与する代わりにボンプ連携スキルは発動不可です。サポートボンプは最大2匹まで、新個体遭遇時は交代も可能。提案、イアスの交流モジュールで協力を仰ぐのはいかがでしょう。貯金しておく。あまり得意じゃないけど。なんだかホラー映画みたい。ゼロ号フォローの環境を行動目標資質試験前線のクリア。映画のチケット、これで買えないかな。
私はあなたを信じてる。さーて、じゃあトヤの。助けがいるかしら？今なら初回無料よ。好戦的にしました。興奮状態の時はなるべく生体を避けてください。やれ、撃破する。ホワイトスター学会の前線補給拠点に到達。本来
直前の戦闘リザルトが S の場合のみ解放ですが、今回は優秀なフェアリーの実力行使により不問となります。拠点の出口です。拠点を離れる前に十分な休息を取ることをお勧めします。映画のチケットこれで買えないかな。ギアコインね。映画でも見たわ。真相に到達。資質試験前線のクリアを目指してください。悪あるところに正義あり。降臨スタッ。スターライトライト降臨。行く手マスター、暗号化された情報を入手。内容は7。暗号化された情報その2を入手。
内容は7。暗号化された情報その3を入手。内容は7。暗号化された情報その4を入手。内容は7。情報収集完了。7 7 7 7。当該エリアの隠し補給が開放。貯金しておく。あまり得意じゃない。満たしました。無駄遣いだって怒られちゃう。
修理してきた。ボスの出番。星の光を浴びろ。逃がせないわ。最大効率。粛清する。一掃するぜ。効率は一点。敵に陣。ファイヤー、これで終わりだ。私が蹴りをつける。バイバイおバカさんたち。
また会いた。また会いたい。